歌謡曲主義は2018年4月7日から放送されている東海ラジオ放送の音楽番組。出演者の冠を取り、土曜日は伊田三級の歌謡曲主義、日曜日は原、藤井の歌謡曲主義と名称が異なっている。本校では2018年10月2日から放送されている関連番組。 歌謡曲主義26時の歌謡曲についても記述する。2018年春、東海ラジオはシニア層のリスナー獲得を目的に歌謡曲主義を掲げ、主にシニア層に支持されている歌謡曲に特化した番組編成を行った。この中で週末のワイド番組として誕生したのがスローガンと同名の当番組である。土曜日は 演歌歌手39翔太と3月までは J-POP 番組を担当していた井田克也が日曜はこれまで多くの歌謡曲番組を担当してきた松原啓生がパーソナリティとして起用された。なお、東海ラジオで演歌歌謡曲歌手が担当している冠番組のうち早朝大放送の3番組と日曜夕方帯放送の1番組が放送枠を移動し、 同番組内に内放された。また、3月まで日曜夕方のアイド番組だった松原啓生の日曜も、歌謡曲が日曜日の12.13時代に移動し、同じくシニア層から根強い支持を得ている野球中継を挟み、2018年から2019年にかけて東海ラジオは野球演歌というシニア層に編長された編成で、 自主制作番組を放送する体制となる。2018年10月からは、日曜担当パーソナリティが、原光孝に交代。2019年4月改編で、演歌歌手、藤井香里合が、パーソナリティに追加され、原、藤井の歌謡曲主義に、日曜日の放送タイトルが解消される。また、松原啓生の日曜も、歌謡曲が、歌謡曲主義。 松原啓生の日曜も歌謡曲として関連番組化され、月曜から木曜深夜の関連番組として、歌謡曲主義二26時の歌謡曲が放送を開始する。なお、平日早朝帯に新設されるワイド番組アヒルと予想今日もよろしくの放送開始に伴い、同時間枠で放送されている演歌、歌謡曲歌手が担当している冠番組のほとんどが、 歌謡曲主義、日曜も歌謡曲、26時の歌謡曲のいずれかの番組に内放される。2019年10月からは、土曜の月1回出演が、早間から工藤綾野に担当が変更となったが、それ以外の出演者体制は継続となった。一方で、それまでの内放番組はすべて独立番組として、本番組の後枠で放送する体制となり、 本番組自体は2時間枠に見直された。2020年春の改編以降も、引き続き内放番組を設定しない2時間番組として放送を続けており、同年秋以降はそれまで本番組が放送されていた14から16時台に、新たなナイターオフのワイド番組が組まれるため、基本放送時間は17.18時台で、通年化される。2021年春の改編では、 土曜日の放送を3時間に拡大し、いくつかの内包番組の設定を復活。土曜は3級の出演が月2回のみとなり、3級、工藤ともに出演しない回は、ゲストパートナーを迎える。日曜はパートナーが不在となり、2年ぶりに原の単独進行になる。26時の歌謡曲が、廃枠になる一方、日曜未明に、演歌、歌謡曲歌手が担当している。 冠無理番組が集約され、歌謡曲主義赤月というゾーンタイトルが付けられる。また、ガッツナイタースペシャルがナイトゲームとなる場合には本番組を休止するようになり、デーゲーム枠の時間帯は、オールタイムリクエストトライ ON に当てるようになった。土曜日曜以前の出演者以下は、サンキュー、工藤が出演しない、土曜日のゲストパーソナリティ員は、 26時の歌謡曲終了に伴い単独番組となったもの。マルジュシは番組開始前に別の時間帯で放送されていたもの。マルジュシは番組開始前に別の時間帯で放送されていたもの。インはプロ野球ナイター中継に伴い本編休止の場合、単独番組として放送。土曜日曜以前のコーナー月曜火曜,曜水曜木曜以前のコーナー。 ありがとうございます。